さんおはようございます。宮田です。今日はですね、群馬県の方に来てね、積み込みが終わり、今はね下道で今18号線走っています。のどかですね。いやいい天気ですよね。いやのどかやな、いいねここら辺。ここはね18号のね、あの安中市っていうとこですね。松井田町よいしょ。で荷物がね、容器積んでるもんでね、なかなか重たいござんす。はい、よいしょよいしょ。目的地はですね、神戸に向かいます。はい、はい、こちらね、あの右側にね鉄道文化って書いてね、汽車とかね、なんかいろいろ止まってるんですよ。あの鉄道が飾られてるんですよ。鉄道博物館的なとこでしょうね。これまっすぐ行ったらこの薄い峠ね、薄いバイパスか、旧道の方は行かないですよこれ、これね18号こう左も右も看板18号って書いてるけどね、こっち左側のね、左側にこうそれてしまうとね、あの旧道になるんでね、この旧道って書いてるでしょ、薄い峠左、じゃなくてこっち側の18号の薄いバイパスっていう方を通っていきます。で目的地はですね、東武湯の丸インターね、東武湯の丸インターまで、ちょっと下道をちょっとちょこちょこっとね、景色を見ながら走って、でそこから乗っかろうかなと考えております。天気いいしね。なぜこういうことをしてるかというとですね、時間にゆとりがあるから、だから下道で天気もいいし、走ってるって感じです。はい、ですです。走れるところですよね、一般貨物のええところはね。よいしょ。積みもね、もう朝から詰めたしね、めっちゃラッキーみたいな、まあまあもうね、今日のお昼ご飯何食べようかなって頭の中はもうご飯のことをちょっと考え始めてますが、はい、昨日とね、サバのご飯とで、あ、何これ、食堂あるやん、奥薄い。前も通ったけど、これ、あったっけな？あったな。あるよな。俺が見てなかっただけか。ちょっと今の酔ったらよかったな、今の食堂な。あれトレーラー入れるやろな。もう下道でね、430やばいと思ったらね、どっか泊まれる場所ないかなって、安全な場所をね、いつも探すんですけどね。ここもなんか、釜飯って書いて、山形定食、生そば、ラーメン。いや、これちょっとトレーラー、まあ、入れんことはないか。この入れんことはないけど、ちょっと向き変えんの大変そうやな。それね、お腹減ったな。まあ無難に下道はなかなかねトレーラー止められへんから、まあまあ東武湯の丸から乗っかって、まあお決まりの長野道の、緑湖のパーキングエリアで山賊焼き定食堂行きましょうかね。それがいいっすよ、やっぱこっちもあったらそれっすわ、山賊焼きっすわ。よっこしょ、腹減った、腹減ったな、ねえ、お腹減ったな、コーヒーでも飲もう、よっこしょ。いやー、気持ちええな、こんだけ天気ええしな、雨降ると思ったけど、雨降らんかったね、昨日上りで僕動画で、雨降る降る言ってたけど、ねえ、今日下りで全然雨降れへんかったね、あれ多分大阪の話やね、こっち側はめっちゃええ天気ですね、で、さっきもね、どこでしたっけ、あの松井田妙義インター近くら辺でね、下道なんですけど、で、トラックの、ずっとのトラックのね、ちょっと緑と黒っぽいトラックが来てくれてね、いやー、で、前から来てね、いちいちの道でスライドするときにね、わーって、こう、手振ってくれて、ぷぷって本鳴らしてくれてね、わーって、頭のところに宮田って書いてるから分かりやすいよね、で、僕もね、ぷぷってね、手振ってあげてね、今、喜んでおられることでしょう、はい。またね、ツイッターとかね、まあ、その方やっておられたらね、またコメント入ってるかもしれないですけどね、まあ、YouTube とか、あ、これ何か、アカシアってこれ広いな、すごいな、これ飯食うとこなんかな、あ、これ大衆食堂って書いてるな、アカシアって書いてるな、あ、トラックいっぱい止まってるやん、これ、あ、これトレーラー入れるな、今度はそこ食べに行ってみよう、よし、覚えたぞ、アカシア、ひらがなでアカシア。
け。これ何回かここ通ってるんですけど、その時お腹減ってなかったらあんまり意識して見ないんですよね。これは覚えてますよ。トラック協会ありましたね。いやまあ、明石屋とトラック協会、ここ次寄ってみましょう。そうしましょう。今回はちょっと素通りということで、探索ということでね。次はもう明石屋か、もうトラック協会に飯食いに行くって決めて、ここ走りますんで、はい、お楽しみに。はい。薄いバイパスカーブ48箇所。そんだけもあるんかいってね。すごいですよね。ちなみに僕は浅間サンラインやったかな、サンライズやったかな、あそこを向けてね行くんですけど、その浅間サンラインでまあちょっとね登りちょっときついからね、いっぱい飛んでたらなかなか登れへんけど、頂上まで登ったらねすんごい標高が高くて景色がめちゃめちゃいいんですよ。そうなんですよ。それを抜けてね湯の丸の方にねスーッとまっすぐ行くだけで行けるんでね、愛用しておられます。はい。わあ、下から見上げる高速、あんな高いとこ走ってるんやな。いつもあの上走ってるんやな、俺。たまには下から見上げようじゃないか。ね。いやー、下道気持ちええわー、なんか。あ、ここもね、トラックがいてますね。よっこいしょ。はい、出ました。マンチクに積んだトレーラー、一般貨物積んだ、さあ遅い車は登山車線へ、はい、登ります。さあどのぐらいで垂れるでしょうか。はい、今あかん、だんだんあかん、垂れてきた、ダメです。チェンジを上げます。チェンジ上げるんじゃ、チェンジを上げる、下げる、下げるやな、天井下げます。皆さんどんどん抜いていってください。ただいまの速度は、ここは50キロ規制なんですけどね、37キロです。はい、トレーラーまあこんなもんでしょう。どうしよう、これ今4速ですわ。よいしょ、4速で、まあ、37から40キロ、今ちょっと吹き返してきて40キロぐらいですわ。乗用車の方この考えられへんでしょね、そうね、いろいろ大変なんですよトレーラーも。登山車線があったらもうほんまありがとうっていつもなるからね。一般積んだ時はもう登山車線見えた瞬間に助けてってなるからね、いつもね。工事中ですね。カラーコーンが、カラーコーンが置かれてますよ。よっこいしょ。ね、カーブの時ってね、トレーラーって前とね頭と箱と違うからね、頭はこうまっすぐ走ってても、こういうカーブってやっぱりねお尻がね内へ内へ入っていくからね、ボーっとしとったらね後ろでケツねカラコン引っ掛けたりとかねすることあるんでね、前から後ろまでねこのグニャーってなって曲がってるのを全て見とかないと、トレーラーはね油断しとったらこうコーンってケツ当たったりするんでね、特にカーブは気をつけないとね。場合によっては後ろ当たるからね、もう右頭ね対向車線にはみ出さんと、もう左がケツ当たるからね。よいしょ。まあなんとか缶とか4速でベタ踏みで、38キロぐらいかな今登っていってます。はい、いやーいいですね。ちょっとスイスイと登っていきますね。よいしょ。遠心力きついな、ここゆっくり行かんとね、荷物優先です。はい、よいしょ。飛ばしたところでそんなに変わらんからね、とりあえず安全第一で行きたいと思いますよ。はい、おっパレット積んでますね。皆さん、ね、いっぱい抜いていってくださいよ。はい、皆さん遅いですから。よいしょ、もうそろそろ頂上かな。だいぶ上まで上がってきますよ。もうそろそろ頂上ですね。よいしょ。ここで頂上左ちょっとここ止めれるんですよね。ここほら登山車線終わりってね。でここから見る景色はねすごいね、いい景色なんですけどね。
井沢町、こっから下りに入るんですよ。エンジンブレーキね、排気ブレーキとかね、リターダーとかいろいろ使ってですね、下っていくんですけどね、まあ、アクセル踏まんでも何もせんでもやっぱりこう前にこう進んでいくんでね、こう大型トラックとかトレーラーっていうのは荷物を積んどったら、まあ、乗用車が考えられへんぐらいね、押されるんでね、まあ、一般貨物積んでね、この下りね行くんやったら、やっぱあの乗用車と違うところはやっぱこうフットブレーキばっかり踏んどったらね、あのブレーキ焼きついてまうんでね、エンジンブレーキ使いながら、でハイブレーキ、場合によってはリターダーも入れてね、いろんなブレーキで、でね、今回からあのこのトレーラーブレーキっていうのはね、あの昔はね日野はトレーラーブレーキってね、こうテレピンで引っ張ってついてたんですけどね、今走行中にトレーラーブレーキかけれなくなったんですよね、止まってる時停止中だけボタン押してる間だけ長押しでトレーラーブレーキかけれるんですけどね、よいしょ、よっしゃ、今はもう皆さんね、もう電子制御の時代ですからね、僕的にはそのトレーラーブレーキ好きやったんですけどね、気に入ってたんですけどね、下にキュッて引っ張って、で上に離したらプシュンって言うよね、車内で、あれかっこよかったけどね、よいしょ、あー感じですね、軽井沢、除雪ステーション、除草ステーションやったら俺立ち寄るけどで僕思ったんですけど、この右側のローソンも看板が青じゃなくて黒っぽいでしょ、で左側のこのエネオス、このエネオスも黒なんですよ、赤じゃないんですよ、でね、先がずっと思ってんやけどね、ここはなんか長野県は赤のあれをあんま使ってあかんのかなとか思ってね、ここ今セブンイレブン、普通のセブンイレブンの色やけども、1個前か2個前の多分セブンイレブンなんか黒やったような気がするけどね、なんか看板のなんかそのね、本来赤色、例えばローソンとかでも右下に銀行 ATM って書いた文字は、まあ、まあ白地に縁はなんか赤みたいな感じでね、 ATM って分かりやすく赤で表示されるんですけど、まあ先ほどのローソンもそうですけど、黒に塗りつぶされてるんですよね、黒を基調としてるんですよね、これやっぱりその土地柄、なんかその赤を使ったアカンとかなんかあるんでしょうか、長野県の皆様、もしねこの動画を見ていたらですね、大阪に住んでる僕分からないんでね、ほらほらほら、これ見てください、これ右側見てください、ほらエネオス、オレンジとか赤いの、これ黒でしょ、これエネオス看板が、何なんですかねこの黒って、すごい気になってね、このなんで黒色なんだなっていう看板が、何の理由があって黒なのかっていうところを知りたくて、まあ、これ18号線ですけどね、18号線ですけど、ルート、お、ここは標高1003メートルですか、あ、ほらここの横の右側のこのウサミ見てください、普通はウサミ赤いのに真っ黒じゃないですか、はい、